男女の友情は成立する？女子の本音は？心理学的には？あなたは男女の友情は成立すると思いますか？これはとても難しい問題。きっと同意派も否定派も一歩も譲らない議論を繰り広げることでしょう。そこで cancan.jp では女子の本音や心理学的な観点から調査してみました。男女の友情は成立すると思いますか？という質問に対する女性100名の本音がこちら。すると思うという回答が約6割で多数派を占めました。する派の意見。私自身が性格が男っぽいので、相手もおそらく男の友達として接していると思う。22歳会社員。なんか居心地がよくって離れられない。でも彼氏となるとありえないという存在がいるから。19歳学生。しない派の意見。所詮男と女、どこかでお互いなんかないかなって思ってるはず。26歳会社員。私の場合、異性と2人で会うとき、相手が自分に好意があるか、自分が相手に好意があるかの2択しかない。22歳学生。わからない派の意見は、ずっと友達だと思っていた人に告白されたから。26歳会社員。相手によって違うので何とも言えない。27歳派遣社員。次に心理学的な見地からの考察を。男女の友人関係のパターンをタイプ別に大きく4つに分け、それぞれの友情の成立しやすさをチェックしてみると、肉食男子、肉食女子の場合、男子が好意を持つことで友人関係は終わる。社会心理学者のルビンが行った実験によれば、男性よりも女性の方が友情と恋愛を分けて考える傾向が強く、心理学的に見ても女性の方が男女の友情をキープするのに向いているということが分かっているそうです。お次は肉食男子、草食女子の場合、最も友達関係を維持しにくい組み合わせだそうです。男女の友情は成立すると回答した男女の割合は、男性が約7割で、女性が約8割と男性の方が成立しないと考えている人が多いという結果に。草食男子、肉食女子の組み合わせは、最も友達関係を維持しやすい組み合わせ。仮に男性が好意を持っていたとしても、それを女性に打ち明けることが稀で、また女性側も彼に対して恋愛感情を抱くことが少ないため、平和的に関係が続く場合が多いでしょう。最後に草食男子と草食女子の場合、お互い特別な感情を隠しながら友達を続けます。恋愛経験が少なく恋に消極的な人は、心理学的に相手を理想化する傾向があるとされます。恋愛に消極的な男女の組み合わせで見ると、お互いを理想化するため友情関係が維持されやすいという結果に。男女の友情関係が崩れるときは男性がきっかけとなることが多いみたいですが、彼氏が欲しいけど出会いがない人は、男友達を見直してみるのもありかも。